ピオキングです。今日はですね、トロールコースやっていきますか。で、今日いつも通り一発マリオをね、探してたんだけど、このコースがちょっと目に留まって、人画面騙しコースかっこ大嘘って書いてるでしょ。もしかしたらこれがね、一発マリオかもしれないんですけど、クリア時間がね、1分22秒で、右のあの城みたいなあるじゃん、ゴールした時にマリオが入るやつ、あそこにね、扉があるんだよね。多分ね、あそこの扉に入ってトロールコースがね、開始されるみたいな感じだと思うんですよ。ちょっとわかんないんで、早速やっていきますか。クリア率 1.1%。 クリア条件はないね。でもクリア条件なかったら右に行ったらゴールしてしまうよね。え、どういうことだろういや、相当意味わかんない上に行ってみるけど、あ、こっから行けみたいな、こっからトロールコース開始みたいな感じ。うわ、やっぱりか、そういう感じねよし、それじゃあ早速やっていきましょう。なんか久しぶりのさ、あの日本人のコースでね、結構楽しみなんですけど今なんかアイテムが出た音がしなかった。これは、え、どういうこと。ここを下から叩けってことかな。それじゃあこのオープンブロック上から叩いてみようか。キノコが出てくるデカキノコか、まあ、デカキノコでも何でもいいんですけど、でここで針に当たって右に行けと、そういう感じですね。もう分かってるんだって。でここで P を踏んでさっさ上に行く感じでしょ。あはははは、動けねそれじゃあもう何もかもお見通しだよ。ここの P はさ、この先っちょで踏んでおけばいい、そういう感じでしょ。うわ、バブルが落ちてくるんかな、どうなんだろう。一旦下降りるね。ひそれじゃあここは下に降りて右に逃げる、こういう感じだね。でここジャンプしたら絶対あの針に当たるよね。なんで左に避けます、一旦。あ、なるほどここに隠しブロックがあるのね。実は今日寝起きなんだよね寝起きでトロールやってて全然頭が回んないんですけど、そして声もちょっとガラってるよね。ごめんね、聞きにくかったら申し訳ないんですけど、まあいつも聞きにくいかもしれないんですけどね。それじゃあここでジャンプして右に渡っていこう。でここでメットがあるな、パウの方に当てる、そしてすぐジャンプしよう。ここ仕事しろじゃあこのベッドは左で多分大丈夫だね。左ってすぐジャンプしよう。オッケー、これで倒せたのか。なんで右に行ってパウ絶対当たってたよね。あれ、さてここは、あれ、上に上がれんくさいぞ。これは上がれないんじゃないの。うわっ悔しい。今のもうテレサいるし、たまにはシャイニングスターでも流しますか。さあどうぞ。それじゃあここはジャンプして左を失敗、これで回避できるね。なんか右上怪しくない、あの枠でも行ってみますでここのリンクは普通に取っていいと思う。ああマスターソードが封印されてしまいました。じゃあこのマスターソードこっから叩いて取るか悔しい悔しいこの四角の枠はマスターソードを取るところっていう感じだったんだね。じゃあここに寄っておくね。そして爆弾で壊す以外ないよね、絶対ないと思う。これはこれは爆弾以外ないよね。さあ来ました、ここで。あれおかしいじゃねえか、話が違うよ。別に話何もしてないけど。じゃあここは一旦下に降りてみるね。こっから爆弾で壊す、このブロックを、そういう感じでしょ。よし来た。でこのまま上に上がっていくんだけど、リフトがあるね。このリフトで一旦落とされるんじゃないのかな。なんでリフト乗ってすぐ左で、このまま左、やったナイスナイス回避できました。ここの隠しブロックなんかあるのかな。いや何もないのか。たまにさ、ああいう枠があるじゃん、絶対隠しブロック隠されてると思うんですけど。さてこういうのは絶対罠に引っかかる予感しかしません。なんで一回引っかかっておこうも石親父それじゃあこの辺で一旦オンオフが変わったよね。オンオフを変えておいて左のリフトにすぐ入る、いやそういう感じだったね。で下のリフトさ、落ちるんじゃないかな、落ちないのこれ。あ、落ちないね。じゃあこのまま上に行っていいのか。右下怪しくない、こっちなんか怪しいよね。お母さんじゃあ次はもう矢印の方を信用していくね。あ、ここ渡れるんだね。
見て見て、新しいマリオの帽子、ブロック帽子つまんなじゃあここでジャンプして、いい感じだね、ジャンプして、こういうの好き好きだけど罠に引っかかってる。どこへ行ってんのバブル、変化球はなしだよ、こっちに変化球して、ナイスここは左押しっぱしていいのかな、左押しっぱで行ってみるね、あ、左押しっぱでよかったね、このパック怪しすぎない、上から行きます、そして左に逃げます何このパック、じゃあ上叩いてみるね、花と花が合体してダブル花なんかつまらないこと言って申し訳ない寝起きだからね、ちょっと狂ってるんだよね、なんか最近ね、僕の汚い声が好きっていう方がいるんだよねまあ汚いとか言われてないけど、自分でそう思ってるだけなんだけどね、例えばね、あれねとかさ、閉じ込められちゃったみたいな、もうそういう声がね、なんか好きっていうつぼってる人がいるみたいで、じゃあここはスーパーマリオのままこの状態でいいでしょ、さてリンクになりました、左下の金魚がすげえ怪しいね、ここで爆弾を出す、そうでしょ、多分これで合ってる、よし、そして下に行って、このクッパクラウンはどうしよう、乗れんのかな、あ、乗れないね、ああ魚魚魚、やべえ、こっちに来てしまった、これ抜け道ないのかな、ね、いけるいけるいけるよ、きっと連打がいければいける、ちょっと待ってね、本気で連打してみるね、このコース思ったんだけど、死に耐久絶対ないよ、ここ安心していいね安心していいか分かんないけど、じゃあこれ乗ろうとしたらダメだったね、さて左下に P が隠されてんのが見えるんだよな、この P を踏んですぐジャンプ、え、この辺に P なかった、さっき魚だったよね、避けろってことかな、そしてここ、え、さっき P だったじゃん、どういうこと、一旦このまんま右の P 踏んでみよっか、ですぐジャンプ、あはは閉じ込められた、もう一回叩いてみる、魚だよね、やっぱ魚だもんね、あ、でも今右上開いたね、そのままこっち行けば、あ、こっちが正解ルートっぽいね、さて、あ、ピンクコインがあるね、5個じゃねえか、ちょうど、それじゃあこれを取って鍵を入りましょう、鍵てかね、さっきお母さんって言ったのでね、ちょっと今思い出したんだけど、学校の先生にさ、お母さんって言ったことない、今まで1回はあれ結構はずいよね、じゃあここはピンクコインを取らない、何もしないでジャンプ、うわ意味わかんねえ、あれ手に入れてる、あら、いつ手に入れた鍵、なるほど、ここでパンを叩く、待ってどっか行かないで、え、ここいつ鍵手に入れたんだろうね、なんかね、さっき入れたんだよね、ちょっと前に出ればいける、あ、なるほど、半歩前に出ればね、鍵が手に入れるって、手に入れるじゃね、手に入れれるっていう感じだね、で、ここで P スイッチを踏まなきゃいけない、そうでしょ、来ました、そしてリンクがあるな、さっきと違うパターンでしょ、ここよっしゃ、これ叩いたら何が出るんだろうね、ブラパか、たまねえな、ブラパやられてしまえよし、ここでヒップドロップして、いや、安全に指で行こう、安全にここら辺から指で行こう、おい届かねえ、ダメなの、じゃあヒップドロップしかないで、ヒップドロップ熱いよ、たまたまね、バーに引っかからなかったんですけど、バーじゃねえ、バネね、で、ここでつららを抜けてオンオフで扉に入る感じだね、まあ、それはね、絶対罠に引っかかる要素ないと思うんだよね、さあ行きますか、上、よし、ゴールなんじゃないの、来ましたさあゴールしましょう、あれ、あら、嘘でしょ、ちょっ、マジかよ、いや、まだチャンスあるでしょこれ、頼むさあね、どいてよ頼むって、もう言葉に出ねえ、これやり直し聞かないかな、笑うなまあ僕が一番笑ってるんだけど、さあラスト来ました、ここはバネだったよね、っていうことはさ、
ここのバネは絶対出さなきゃいけない出したらいけない。でこっから右上に行けないのかな。うわ右上行けないのか。こっからじゃあ走ってジャンプやったゴールできました。いやこのコースそんなにハートとか多くないんだけど、めっちゃいいコースだったね。あっち。はい、それじゃあ今日はね、一発マリオじゃないんだけど、このコースがね、ちょっと面白そうだからやっていきたいと思います。説明文にね、Pを触るな的な感じのことを書いてるんだよね。で、なおかつクリア率が 0.57%、 めちゃくちゃ難しいと思うんですよね。 Pを触るなっていうことは、Pを踏むなっていう感じかな。多分そんな感じだと思うんですけど、うわ、しかもタイムアタック的な感じ。ちょっとこのドア入ってってみるね。そしたらどうなる。え、全然意味わかんない。え、これ、待って、これは全然意味わかんないぞ。まずはじめに、これかぶるでしょ。あ、これ速攻右に行けみたいな感じかな。ちょっと速攻右に行ってみるね。ここはもうここもクリア不可能でしょ。そしたらかぶって速攻右に行きます。そういう感じだね。で、なおかつピンクコインがあるのか。うっそブラパを倒しながら行けみたいな感じかな。ピンクコインも集めながら、めっちゃキチガンじゃねこれやばい。ここは右でダッシュ、これでいいでしょ。そして B は踏んだらいけないんでしょ。 B がこっから鬼のように出てくる、そんな感じだろうねきっと。うわここ難しくない。じゃあちょっと待って、タイムアタック20秒しかねえ。あと上上、よし、なに、バレた今いやこれなかなか難しいね。早く行かなきゃ。 B スイッチを何者かに踏まれるっていう感じでしょ。そしてブラパを倒しながら、なおかつピンコインも集めながら、そういう感じだねこれ結構鬼畜だな。じゃあこの子で右、そしてピンコインを取る。よし早く何者かに、なんで、なんでするのドッスンさっきのドッスンどうやって倒すんだろうね。ここで叩くみたいな、こんな感じかな。なるほど、 B を助ければ右は分かんないって。多分ね、さっきやられた右側のドッスンはね、オンオフをしてドッスンを倒すと思うんだよね。なんか右側にね、オンオフがあったんだよね。オンオフじゃねえや、あのオンオフ、いやオンオフじゃねえって、だから日本語不自由系 YouTuber です、どうも。あのね、ブロックがあったんだよね。そのブロックで倒すみたいな感じだと思うんですけど、ここはい早えあいつ。このオンオフで しっかり倒したらどうなる。なるほど、そこに P が出てくるのか。その P を避けてドアに入れば、どこに行く。え、こっからこのブロックに乗り続けるまま、ダメじゃねえかそれじゃあこの扉に入ったらブロックを渡りながら、あ、これ上から行けっていう感じっぽいね。そしてこのオンオフをする。そしたらどうなる。なるほど、ここでピンクコイン、ピンクコイン、よし。え、どうすりゃいいのこれ。あ、わかった、このリフトに乗ってゴール。時間がなかった。ピーピーピーじゃねえけど、ここで、あーもったいねえ多分ね、今やられた鍵ドアのところあるじゃん、あれを超えるともうゴールだと思うんですよね。っていうかそれ以上ないでほしいよねただでさこんなに難しいのに。じゃあここで2枚目ゲットだね。で、ここ3枚目から5枚目まで1箇所に集まってたじゃん。それがせめてもの救いだね。で、ここでオンオフ、さあ来ました、こっからだね。こっからブロックを越えて越えて、いける、きっといけるよ。オンオフします。さあ来ました、ここ、次はちゃんと行くよ。いや、おしっぱ、多分これでゴールだと思うんですよね。頼む、やったどうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。